動画の背景を透明にする方法、これについて解説しようと思います。今回用意したのはこの100均で売られている緑色の布ですね。ちょっと小さくて1枚じゃ足りない。人間が入るためには多分これ4枚ぐらい、いやもっとかな、6枚とか、10枚とか買ってきて、それをねつなぎ合わせるといいかもしれないです。で今回はね、はい、このアンパンマン持ってきました。こんな感じで、緑もしくは青をバックにして、どうか分かります、ちょっと自分の影映り込んじゃってるんで、光を調整してね、光の向きを調整して、こう影とか入らない角度で、撮って、まあ、バックの緑がなるべく均一になるようにこんなもんかな、していくといいです。まあ、テストなんでこんな感じで撮ります。もうちょっと影が入っちゃってるので許してください。はい、それでは編集の方に入ります。はい、というわけでまずは iMovie の場合、iMovie を使っての編集方法ですね。はい、それを説明していこうと思います。まずこんな風に配置してみました。バックになる方の動画を必ず下にして、下っていうかメインのエリアに置いてください。でその上に、背景が緑のものを置いて、はい、これを選びます。でグリーンとブルースクリーンと書いてるやつ、こいつを選ぶとですね、せーの、ほい、はい、緑が透明になります。あとはここで柔らかさっていうところだとを使って、まあ切り抜き透明化ですね、これをまあ、どのぐらいのレベルでやるかっていうのを、まあ、これはあとは微調整ですね。そしてこの消しゴムツールなどを使ってまたやっていくことができます。まあ、こんな感じで、iMovie の場合は、背景を透明にしていくことができます。これでね、しまった、手が映ってる。まあ、これでね、その動画に合わせて、はい、緑の部分だけが切り抜かれた動画というのが出来上がってきます。こんな感じです。やばいやばい。やっぱり布が小さくてちょっと変な余計なところが映ってますけど、まあ、こんな感じでできていくという感じですね。うん、なんかヘリの音がうるさいよって。さあ出来上がったところで、はい、次はちょっと iMovie からまた別のソフトに移ってみようと思います。ふう、 iMovie こんなもんでいいんだよね。はい、今度は Final Cut Pro、こちらの場合です。各ソフトによってねちょっと名称が違ったりするんだよね。で Final Cut Pro でも、まあ、同じように、動画を配置して、今度、エフェクトのところからキーイングってやつを選びます。うん、こういう風に配置しておけばいいかな。で、キーイングね、ここのエフェクトから、よし、隠しちゃった。これ、キーイングを選んで、この中の、キーヤー、これをですね、透明化したい方のクリップの上にドラッグ&ドロップします。すると、はい。ちょっとね、画面切り替えるの遅いんですけども、こんな感じで切り替わって、もうすでにこの時点で緑が透明になってますね。で、ここもいろいろと、透明の具合などをこういったスライダーとかで調整していくことができますので、まあ、微調整ここをね見ながらどういう風にいじっていくかっていうのもまあいろいろと微調整していくわけですわ。うん、ちょっと今回は照明が均一でなかったんで、僕の影が映り込んじゃってる動画で本当申し訳ない。こうならないようにスポットライトっていうかね、うちの場合は LED の電気スタンド使って、影を隠そうと頑張ってる。なかなかうまくいかないんだけど、うん、やってみます。で、透明化された画像ね、一応こんな風になってきます。あ、また手が映っちゃってる。まあ同じクリップ使ってるから手が入るのは当たり前か。はい、こんな感じでございます。よいしょ。はい、次が、普段私が使ってるプレミアの場合ですね。使う環境によってプレミアかファイナルかと、まあ、一応この3つのソフト使い分けてはいますけれども、普段はプレミア使うことが多いかな。こっちでも同じようにクリップを、はい、上のやつ下のやつと、で下っ側には海の画像、上にはこのアンパンマンの画像置いてますね。でここもエフェクトのタブの中にビデオエフェクト、
で、ここでキーイングというやつがあります。ここからあのウルトラキーを選びます。まあいろんなのがあるけれど、ウルトラキーが一番使いやすいかな。で、ここで、はい、キーカラー、はい、このスポイトで緑をポチッとやると、はい、もう緑の部分が透明化されました。あとはね、ここ、はい、いろいろとまたパラメータをいじっては、あの切り抜きの具合を調整していくわけですよ。プレミア細かく調整できるんで、まあ本当に便利っちゃ便利、細かいっちゃ細かいっていう感じで、でまだねちゃんと、思うようにいかなかった場合はここだけじゃないんですね。もう一つ、切り抜く範囲を、調整することができます。よいしょ、影が残ってるのに気にならない、はい、同じくエフェクトのトランスフォーム、はい、こちらからのクロップっていうのがあるんですね。でクロップを持ってきて、はい、タブの中にクロップ出ました。ここから、まあ、とりあえず四角でいいかな、はい、切り抜く範囲をね、マスクする範囲、これを選ぶことが、できます。でこれを、すいません、今日ちょっとパソコン重いんで思うようにいかない。あれ？ついてこい。よし、まあ、とりあえずこんなもんでいいかな。もうちょっと。よし、まあ、こんな感じでマスクを作って、一応ね外側を切りたいんで反転させて、でガーッと、あれ？ガーッと広げるとですね、消え、あれ？あ、消えた消えた。オッケーオッケー。はい、消えます。影がまだ残ってるのはご愛嬌ですけれども。まあ、こんな感じで、プレミアプロでも、背景を切り抜いて、素材がもうちょっと光をちゃんとしたかった。うん。まあ、とりあえず、背景を切り抜いて、バックを透明にした画像っていうのを作ることができます。まあ、こんな感じで動画をね、いろいろといろんな効果を与えていくことができますんで、はい、こういうのもね、たまにやっていこうと思いますんで、よろしければチャンネル登録などお願いします。それではまた。